6円50、結局いいところで止まりそうな感じが、うん、なんか上がっても下がってもね、意外とその辺かもしれない。はい、山田さん、あの為替介入実績が公表されまして、はい、9兆7885億円という金額が出ました。これ多い少ない、なんかどういった感覚でしょうか、ね。うん、まあ、思ったより多かったなっていうところですね。あの、まあ、市場の予想では多分 8.5 兆とか9兆とかその辺ぐらいじゃないかっていうところだったので、はい、それから考えるとちょっと思ったよりはしっかりと介入したんだなっていうところですよね。でも、2回介入を行いまして、よ、まあ、一発目が、まあ、一発目も二発目もまあゴールデンウィークですよね、はい、結局のところは ね、ここと、ここでもう目立ったところですね。うん、この早朝に介入をやったのですごいエコな介入ができた。いや、僕もそう思ったんですよね、うん、あの時間的にそんな時間に介入をするっていうことは意外と小さい金額で、うん、結構それなりに効果が出たのかと思いきや、意外とそこも結構突っ込んだのかもしれない。その翌日になんかじわ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 下がったじゃないですか、そこの、はい、ここですね、ところだから、なんか不思議な、うん、不思議な介入、不思議な介入、不思議な動きをしてて、それがだからその前日の影響なのか、あとはひょっとしたらそこでも介入が出てた可能性もあるかもしれないですよね。いつ介入というやつですね、うん、ちょうどそんな話をしてましたもんね。はい、でもこれも本当に、ね、いろんな説があって、いや、さすがに銀行に介入入れたら急落するからこんな動きにはならないよとか、うん、日銀が EBS でゆっくり叩いてるんだとか、うん、いろんな説がありながら、この値動きは本当にめったにこう出ない。そうですね、普段ね、あの為替取引をしてたらない値動きで、うん、僕も気持ち悪いなという感じはしたんですけれども、これが入ってたからこんなに金額になったのかと。可能性もね、まあ、もうちょっと待たないとね、うん、本当にいつどのぐらいやったのかってのは分かんないんですけど、うん、だからひょっとすると29と1日以外にもその翌日2日にもやった可能性っていうのはひょっとしたらあるかもしれないですよね。秘密で出るのは四半期ごとでしたっけ。そうですよね、だから実際にその細かい内容っていうのは、ね、まだだいぶ先になっちゃうんで、はい、あれですけれども、まあ、その時に、まあ、どうだったかっていう頃にはもう全然違う水準かもしれないですしね。はい、その全然違う水準ということはもう急落するのか上に抜けるかということなんですけれども、気足にしましょう。はい、今まさにこう介入の効果がほぼほぼ、まあ、失われましたね、完全にね、ということなんですけれども、うん、次介入するのはもうイエレンさんからだいぶ言われたので160円では無理だっていうようなあのコメンテーターの声が多いように思うんですけど、山中さんはどう見られてますか。うん、これ90年の要は34年ぶりっていうその90年高値が160円の35銭だったので、はい、もしそこを抜けちゃうと次本当170円とかになっちゃうかもしれないですよね、上がないので。とにかく次のレジスタンスっていうのが、だからそこを考えるとやはり160円に次乗っかった時も介入が出る可能性は結構あるんじゃないのかなっていうのと、確かにイエレン財務長官は介入は稀であるべきだとかね、事前に言えとかいろいろ言ってるんですけども、イタリア G7 の前にするんだったらばボラティリティへの対応であるべきだっていうふうに言ったっていうことは、ボラティリティへの対応だったらしてもいいというふうにも取れるかなとは思うんですよ。はい、で神田財務官も G7 後に、まあ、要は過度な変動が投機などで発生して経済に悪影響を与える場合は適切な措置を取る必要がある、そしてそのことは許されているっていうふうに言ってるんで、まあ、なんとなくですね、そのボラティリティが急激に変動するような動きがあった時には介入するっていう点については多分日米間でなんとなくまあ合意はあるんじゃないのかなという気がするので、まあじゃあ次そのボラティリティが大きく変動しそうなのってやっぱり160円次乗った時はやばいんじゃないかっていうふうに思うんで、はい、160円前後なのか160円のその35銭のちょっと手前なのか分かんないですけども、まあ介入は出る可能性は高いかなとは私は思ってます。うん、なんかここまでもう戻ってきちゃうと指標がどうとかイベントが何かなくてもちょっと攻められたらもう、いや本当そうですよね。だってね、そのゴールデンウィークの時だってあっていう本当にあっという間に上がっちゃいましたもんね。はい、
業者によってはもしかしたらあの4月末のレートが入ってない人もいると思うんですけど、22年になっちゃってますね。ちょっと4月の末の価格を出していくと、30分はしても見えるかな。このラストの1時間で、金曜の引けの1時間で1円吹き上げたんですよね。うん、そうですね。はい、なので、本当に油断してたら、こういうので一気に乗せちゃうかもしれないっていうことですね。月曜日にはもっとひどかったですからね。本当に。そうですね。私もここちょうど、もう水準が水準なんで見てたんですけど、本当あっという間の出来事で。吹き飛んでいくと、うん、まさにこのことだみたいな感じなので、うん、本当にもう2円先一瞬ですね。ズームズームさんこんばんは。山中さんイメージ変わりましたね。少しぐらいドルを売るってどのくらいですか？10兆円くらい。さっきそういう話出てきましたっけ？あの為替介入。為替介入ね。あ、うん、まあ、まあ10兆円まで売らなくても、まあ、次にまた上がった時にね、まあ、10兆円かもしれないし5兆円かもしれないんだけど、まあ大体最近大規模介入って言うと8兆円ってイメージがあるんで、まあそのぐらいは売ってもいいんじゃないかなっていうね。あの本当に結構リグエますからね。日本って外貨準備今ある程度あるじゃないですか、はい、これ一定の金額下回ると結構まずいっていうラインがあると思うんですけど、ちょっとこれはね、正確な数字言えるのが難しいと思うんですけど、なんかどれぐらい下回るとまずそうですか？難しいですよね。で、今日本って円が弱くて、自国通貨が弱い時っていうのは一番難しいんですよね。うん、これあの自国通貨が強い時っていうのは外貨はいくらでも、はい、別にね買ってもあれなんですけど、外貨を要は今度はまあ、持ってる外貨を売って、それがどん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 減ってって。3分の1ぐらい減ってくるとちょっとおやっていう感じになって、半分はさすがにまずいだろうっていう感じじゃないですかね。だけど3分の1ぐらいになったら結構うんっていう風な雰囲気はなんでしょうけど、ただ最近例えばまあ、ブリックスっていうとあれですけども、具体的に言うとロシアと中国ですけども、もうドルの外貨準備とかめちゃくちゃ減らしてますよね。そうですね、特に中国は。うん、だからそれから考えると、まあ、日本はさすがに それやったらっていうのはあるんでしょうけども、まあ変な話、ドル売って金買った方がいいかもしれないですよね。中国なんかまさにそれやってるじゃないですか。うんうん、だからまあ外貨準備って、まあ、金も含めるので、はい、それから考えると、まあ、そのポートフォリオの割合を変えるっていうかね、だからドルを売って他のものを買うとかっていう、そういう動きは日本だってしてもいいんじゃないかなと思いますよね。ドル以外の外貨準備を。もうだって今日本が一番ドル持ってるわけですからね。そうですね、世界一の米債保有国っていう、それで本当いいんでしょうかっていう感じですよね。うん、はい、ということで先ほどの資料半分残ってるんですけれども、日銀の買い入れオペが、5月はいろいろ変わりましたと、うんうん、今日も据え置きだったんですけど、まあ、20銭ほどそれでポンと、跳ねましたね。はい、来月も減額なるんじゃないかっていう見通しが割と多いような気もするんですけれども、もう結果発表されてますよね、来月以降は。あ、そうですね、はい、無風で発表されましたかね、同じ回数、うん、同じ金額で改良を行うと、うんうんうん、これもあれそんなに先に発表するもんなんですね。まあ先に発表する場合もあるし、そうじゃない場合もありますけど、まあ、今の状況だったら少し先に言っておいた方がっていうことで、フォワードガイダンスっていう感じだっていいんじゃないですかね。はい、一応、9月の利上げする人が、利上げを見越している人が多いという感じですけれども、山中さん9月されると思われますか？難しいとこなんですけど、ただ年内に日本に関しては2回利上げするんじゃないのかなというふうに思ってて、そうだとすると1回目は9月なんじゃないかなという気がしますよね。はい、昨日もヘッドラインで 0.5% を上げるっていうような記事を見ましたけどね、うん、これ次でやっぱり上げるのはもう 0.25 に上げる、 0.25 でしょうね、はい、うん、で年末もう1回 0.25 上げて 0.5 ぐらいのところまで持っていくっていう感じなのかなと、まあ、今 0.1 ですからね。はい、うん、0.25 に上げたとして、
為替ってどれぐらい反応しますかね。どのぐらい反応するでしょうねあまり反応しないかもしれないですね、その程度だと。だから結局アメリカもその時9月に利下げをする可能性はまだ十分あるとは思うんですけども、まあ、9月の利下げがあるのかそれともなかったらさらに もうちょっと先なのかっていうところで、最近はあの数字のたんびにブレてますけれども、まあ、今はイメージ的には9月に利下げを開始する方がちょっと多いぐらいじゃないですかね、うん、見方としては。だからそうだとすると両方合わせて米金利が下がり円金利が上がるっていう風になると、まあ、そのセットでもって多少はこう、まあ、効果っていうかねインパクトあるのかもしれないですけど、もしアメリカはさらにそうじゃなくて先で日銀だけが利上げだとするとあまりいかないんじゃないかなと思いますね。もうアメリカの利上げ見通しとしては3回だったのが、まあ、要人発言いろいろ見ると、まあ、やって1回かなっていう雰囲気も1回か、まあ、でもまだ年内半分残ってるんでね、うん、この先ひょっとしてアメリカの方の景気が思いのほか悪くなるとかそういうことになってくると、2回の利下げもあるかもしれないし、あとはひょっとすると大統領選の前にもし景気が悪くなったりした場合に、はい、まあ、とりあえず金利下げろというようなプレッシャーをですね、うん、まあ、民主党政権がかけるかもしれないですよね。だからまあそういったことも考えると、意外とだからアメリカに関しては FRB がどういうふうにか、まあ、出てくるのかっていうのもちょっと非常に難しいところで、はい、少なくとも3月の段階ではまだ3回利下げするっていう見通しが出しててですね、うん、まあ、それがじゃあ1回に減るのかっていうと3回から1回って結構急激な変化ですよね、はい、で1回にしたものをじゃあ今度この後悪くなったからって2回にまた戻せるかっていうとそれはちょっとどうなんだろうなっていう気もするので、ひょっとすると見通し自体は2回かもしれないですよね、うん、そうしたら、まあ、もう1回ね、9月の見通しの時にやっぱり1回だっていう風に変えることもできるので、これ逆にいきなり1回にしちゃったりするとその後がちょっと難しくなっちゃうんじゃないかなっていうので、今あれですよね、9月は半々ぐらいですよねきっと。そうです ね利下げするかしないかってで、ね、年末時点の利下げ回数も多分1回と2回とでまあほぼ半々ぐらいじゃないですか。はい、ここですね。そうですね、半々に分かれてるところでするかどうかな、だいぶ悩ましいところ、ね、悩ましいですよね。昨日の GDP の改定値は下方修正されて、これちょっと私はびっくりしましたね。うん、そうですね、だから、はい、まあ、下方修正されたのと、あとはね個人消費の方も下方修正されて、うん、それでもって、まあ、金利がちょっと動いてっていうことにもなってはいたんですけれども、この数字出たら私もうドル円本格的に156の50を割り込むかなと思ったら全然出たね。ちょっと穴開けてストップついて、ああようやく割り込んだね、ああやれやれ、なんかストップだけついて終わったっぽい下げ方ですよね。そうですね、そうなんですよ。だってこれ結構短い、これ1時間足、はい、まあ、1時間足でもそうなんですけども、はい、下冷えですよね、みんな下の方って、はい、確かに実体部分って6割より下ってついてないでしょ、これ多分ついてないです ね30分でもついてない、ね、ついてないですよね。まあ、朝も早かったんですよ、だから多分下がったところは買いたい人の方が本当は多いんですよね、うん、そこをなんか無理やりちょっと50あたりのところにあったストップをつけましたっていう感じじゃないですかね、これは。いやもう本当昨日何度も何度も5251って攻めてようやく割り込んだので、うん、でもうつけたからそれで終わっちゃったってことですよね。皆さん下がったところはドルを買いたいっていう勢が非常に多いんですね、うん、なんかこう冷やし見るとここですごい急激に上がって急落したので、私もフィロピーさんもですね、こう三角持ち合いになるんでしょうって思ってたんですよ。そしたらスルッともう抜けちゃったので、うん、あこれはまだ買わないといけないやつだというか、もう一度狙うように。だそうだとすると上昇ウェッジみたいな、そういう感じかもしれないですよね。はい、言いづらいです。多分ね、そのね、今ので見ると、はい、あれですよね、急落した後の戻り高値のところから、はい、その一番左のね、あここです、うん、そことその次の高値を結ぶぐらいで、そうすると今のところ来るでしょう。あ、本当ですね。
大体そのような動きの中かもしれないですよね、うん、でもそうだとしてもその前回高値のそれこそ今月の月足が陽線になるかもしれないっていうふうに引いてある上の線のところっていうのがまあ大体ポイントになってきそうですよね。だから158円に乗せるか乗せないかっていうぐらいのところまでは一応許容範囲なのかなっていう。いやでもこれを見ると下げた後のこう戻りが 早いじゃないですか、うん、そんだけやっぱり下がったら買いとばれて、なんだかんだ言って日米金利差ってまだ大きいですからね。日米金利差が 3.45 でよ、ちょっと冷やしぐらいにしますけど、結局こう変わってないというか開いたまんまで。そうなんですよね、うん、ただ金利差がまあ要はその5月に結構下げたじゃないですか、はい、あのまあ、金利差が縮まったっていう、うん、その割には為替はまあ随分円安だなとは思いますよね。為替今ここのあたりですかね。そうだから結構その日米金利差と為替の動きっていう意味ではややちょっと乖離が今見られるので、うん、そういう時ってね、でもあれなんですよ、あのじゃあドル円が円高の方向に行くのかなっていうふうに思いたくもなるんですけど、意外と米金利が上昇することが多いんですよね。うん、まさにあの今週のこの動きっていうか、ね、そうそうそう。で過去、ね、あの日米その金利差とドル円の動きって、はい、まあ、例えば週足なんかで見ると相関係数取ると大体 0.85 ぐらいなんですよ。いつもめちゃめちゃ高い、めちゃくちゃ高いんです。今直近のところ1回 0.4 まで下がって、うんうん、っていうような動きの中で、じゃあそれがまた元に戻る動きっていう過去は常にあるんですよね。必ずあの相関係数が下がるとまた相関係数が上がる動きなんですけど、どういう形で戻るのかっていうと全部金利上昇なんですよ、米金利の。でだから結局全部だから、ドル円は円高方向に行っての調整じゃなくて、ドル円は動かないで米金利が上昇するっていう動きが、ずっと続いてるんですよ、その、去年から。これはもう全力でメモですね。だからそれから考えるとですよ、米金利が多分まだ上昇する可能性っていうのを気をつけなきゃいけないのかなっていうふうにちょっと私は思ったりしますね。となると、いやもうドル円158乗せていっちゃうじゃないですかって感じで、いやだからドル円は意外と動かないで、そうそう、だから米金利が上がってっちゃう、ね、ただ米金利が上がるじゃないですか、そうすると今度タイムラグを置いてやっぱりそっち側に為替がまた行くっていう。イメージ的には来週あたり米金利が上がって再来週ぐらいにドル円が上がるとかっていうのは、なんとなく過去のパターンからするとあり得るかな。でもこの辺のいいところでまたこう金利が上がりすぎて株が下がって、上がると思ったら下がるっていう感じも、うん、しないよ、まあね、今でもね、本当株もね、あんまり下がってもらうときっとアメリカとしても困るのかなっていうのはあるんでしょうけど、ただ今まで高すぎましたからね。そうですね、そう、多少調整が入らないと新規の買いが入んないですよこれね。いい調整になるんじゃないんですかね今回はね。これね、これ日米金利差トレーディングビューでですね、 US 10倍マイナスJP10Y で、はい、出せますので、これはまあ10年債の利回り差ってやつですね。はい、ぜひ皆様セットしてみてください。そしてここのプラスボタンで、ドル円を押しますと、これパーセンテージでやってます。新しい価格スケールの方が見やすいかもしれないですよ、レートがそれぞれ見れるんで。はい、新しい価格スケールでドル円を出して、そうね、まあ、似たような動きしてるけど最近明らかに乖離してるじゃないですか、はい、でこれがじゃあドル円が下がってじゃなくて米金利が上がってたんですよこういうケースの時って、うん、下手にこうドル円、そう、下手にドル円売ると捕まるパターンって、ね、売れないってことですね。そうなんですよ。だから週足なんかで見ても面白いんですよ。だからはい、紫がドル円、うん、金利がローソク足の方になるんですけど、うん、まあ、大体同じような動きを本当してるんですよ。で、そこに今度テクニカルインディケーターでもって、はい、CC、うん、ね、出すとね、すごい相関高いのが、まあ、分かるんですけど、たまに、はい、この相関係数 CC というものがあります。これで、あ、そこを直さないとダメ、そこを USDJPY にしないとダメですね。あ、これドル円で大丈夫ですか、うん、今だってメインが金利なんで。あ、なるほど、はい、そうすると下にね出てくるでしょ。そうすると、まあ、大体その
割と同じようなところの水準って大体 0.85 ぐらいで、今ググッと 0.5 ぐらいのところまで下がってるじゃないですか。で過去もそういう動きの時ってあるじゃないですか、そういう、はい、下がってる時ってね。でそういう時って元に戻る時ってみんなね米金利が上昇してるんですよ。これ1の時が相関性が高くて0が全く相関してない。0は全く相関なくて1は全く同じ動き、全く同じで、マイナス1が全く逆相関、ね、全く逆。そうで基本的にはまあ 0.6 以上は相関があって 0.8 以上は強い相関がある。でまあ基本的にだから強い相関があるんですよ、うん、見てると。なのでこれがこうクイッと上がった時にドル円を買っていれば、そのところ全てに引き、そうなんだから、ちょっとね今下がってきてるんで、おそらくこれが今度打って上に上がるタイミングっていうのは気をつけて見てた方がいいと思います。でももうこれ次にクイッと上がるときは160円じゃないですか。いやね、そうだとちょっと嫌ですけどね。ただ今はまだそう、まだ下を向いてるんで、これが下を向いてる状態から上を向き始めたときについてってもまだ間に合う、うん、間に合う、十分間に合う。これは数少ないですけれども鉄板トレードな感じがしてならないですね。だから私はそれを待ってるんです。皆さんこんにちは、ゆかてぃんです。今日は広瀬通商から届いたパスタを使って今日はアレンジレシピを作っていきたいと思います。トマトをだいたいこれぐらいの角切りにしてもらって、これをボウルに移します。でここに先ほどのペペロンチーノのソース、これ2種入ってるんですけど、これをもう全部ここに入れちゃいます。そしたらここにレモン汁を加えます。ちょっと味を見ながら混ぜながら加えていってください。あとはオリーブオイル、これも大さじ2ぐらい加えていきます。でトマトから水分が出るので味が薄くなっちゃうので、お塩を入れてちょっと味付けします。よいしょ。で大葉、刻んだ大葉ですね、千切りにした大葉をここにも加えます。これはお好みの量で大丈夫です。でちょっと味見しながら味を調整していきます。ちょっとレモンを出します。結構このペペロンチーノ味ついてるんで、かなりしょっぱいのでレモンをしっかり入れてあげると程よいと思います。味見します。そしたらモッツァレラチーズですね、これはちょっと大きいやつを買ったんですけど、これをちょっとちぎって入れていきます。まあ、切るよりかは断面図が増えて味がしっかり入るので、これで一旦ソースは完了です。であとはこれを冷蔵庫に冷やしておいて、ここからパスタを茹でていきます。じゃあ広瀬のパスタを茹でていくんですけど、今日はレンチンで茹でられるタッパーで茹でていきます。で一応お塩を入れてちょっと塩水で茹でていく形で入れていただければと思います。でこの広瀬のパスタスケールを使って2人分測っていきます。これで2人分なので、これをここに入れます。じゃあこのままレンチン入れていきたいと思います。これお使いのレンチンのタッパーによって茹で時間変わるので、そこだけ確認していただければと思います。ではパスタが茹で上がったので、これをザルに開けて麺を冷やします。そしたら茹で上がったパスタをここに入れていきます。で和えていきます。でオリーブオイル、エクストラバージンオイルを回しかけます。でここでちょっと味見してみます。じゃあ塩足します。もう一回味見します。うん、そしたら盛り付けます。
で具材を上からトッピングします。で上からソースをかけます。で最後にさっきの刻んだ大葉を上に乗っけます。はい、こちらで完成です。こちらが、はい、トマトの冷製パスタです。ちょっと僕の知ってる広瀬パスタとは影も形もない感じですけど、どうぞ召し上がってください。いただきます。めっちゃいい香りがする。これチーズ？モッツァレラです。モッツァレラ、うん、モッツァレラがいい仕事をしている。広瀬の面影がない。ペペロン感がでもあんまないね。なるほど、広瀬パスタを8年ぐらい食べ続けてきたんですけど、とても新鮮な空気を味わっております。今度このたらこのソースをパンに塗っていきます。でソースを塗ったらトッピングの海苔もかけちゃいます。で、まあ、これをあとは焼くだけなんですけど、結構朝ごはんとかにもいいのかなって感じですよね。パスタだとね、朝はちょっと重たいけどっていう時におすすめです。したらこれをオーブンに入れていきます。ちょっと今回オーブン使ってやってるんですけど、トースターであれば多分5分ぐらいで焼き上がると思うので、それは使っているものを使って調整していただければと思います。じゃあこちらパンが焼き上がりました。でこれをお皿に乗っけて完成です。はい、お待たせしました。こちらがライオンたらこパンです。たらこソースをパンに塗って焼いただけです。パスタにあえるのをパンにしたってやつね。まあ、朝とかにいいかなと思いまして。確かにパスタ茹でてね、やるよりサクッとできますね。いただきます。うん、うまい。うん、ほんとこのパンうまい。あ、成城石の美味しいパン。美味しいパンです。経費でもっと買おう。あの小山さんはきっと広瀬通商の食材いっぱい家にあって消費に困ってると思うので、朝のバリエーションに使ってみてください。そうですね、あのこのたらこはパスタかおにぎりかで使ったことはあるんですけど、あとサラダの上にかけるとかはあるんですけど、はいはい、パンは初めてです。さすが元料理。いやいやいや、宮本くん、ちょっと経費でさ、このパンあと5個ぐらい買ってきてもらっていい？今後もですね、アレンジ広瀬料理をお届けしますので、まあ、興味持った方はぜひ広瀬通商でたくさん取引していただいて、アレンジ料理作っていただければと思います。